お疲れ様です。トラックドライバーの皆様お疲れ様でございます。あのやっぱり中にはねトイレに行く時間もなかったり渋滞に巻き込まれたりとかねそれから決められた時間までに到着しないと罰金みたいなことがあったりとかして厳しい面はあると思いますけどもまあこれっていうのはトラックドライバーだけが集中的に大変なことかっていうとまあ、そうでもなくってねあらゆる業種においてまあ大変な部分っていうのはあるでしょうね。で、 トラックの特集とかあるとやっぱりそういうところをクローズアップしないとなかなかね番組として面白くないんで多分そこを抜くと思いますけどもでも大半のトラックドライバーさんの仕事っていうのは苦痛から苦痛への連続じゃなくってあやっぱりね気を抜ける部分とか楽しい部分とかそれから長距離になってくると各地のグルメを楽しんだりとかね。 そうういいいっったこともあるっててううに聞いてますね、えー、ですんで切り抜き切り抜きでつながっているテレビの特集と違って YouTuber さんがあのドライバーのねトラックドライバー YouTuber さんっていうのが本当セキュラルに話してくださってる方がまあリアルに近いのかなと思うかな。でそっちの方を見るとあながちそんなにねあの嫌なことの連続でもないなっていうふうには見えるかなってところですね。 うんまあ、実際やってみないと分かんないところがありますけどもじゃあだからといってねじゃあこの業種はあのー、いわゆるトラックドライバーさんのような大変なことが全くないよっていうものはこれ逆にないですからね、うん、やっぱりどんな仕事も仕事である以上あのや,やらなければならないこととやってはならないことっていうのがあって、えー、そこでね、うんまあ、翻弄される一労働者の悩みはなくなることはないかなと思います。まあでも大半自分に合ってる楽しいから 続くっっていううとところはあるででしょうねきっとねき何もかも良い場合は給料が安いとかね、うん、なんか深夜だとか不定期だとかそういうのがあるのかなと思いますあちなみにねあの作業の割に報酬が高いものっていうのは実際あるんですけどもただ長くは永続的にはないらしいですねうんなんかそういうふうにやってバランスっていうのは取られていくんでしょうかねはいそれでは今日も一生懸命やっていきましょうお疲れ様です